bitch! おはよう。今日は午後からパスティッシュに行こうと思ってるんだけど、一緒にどう？私先に行ってるから、よかったら来てね。そうか、ゆきのちゃん帰っちゃうんだね。そうですけど、結構いましたよ。1ヶ月くらい？なんだか離れたくなくなっちゃった。いつでも遊びにおいでよ。俺たちはずっとこの町にいるんだしな。転校生くん、あれ心外だって顔してるな。あ、雪乃ちゃんを追いかけて自分も帰ろうなんて、そんなこと考えてるわけ？わかるわ、その寂しい気持ち。でもそうやって私のために泣いてくれると、私も去りがたいっていうか、なんていうか。泣けや、今すぐ5秒以内に。前から思ってたんだけどさ、君と雪乃ちゃんはいいコンビだよね。あんなに暗かった君が、雪乃ちゃんの前では自然体である気がするな。え？君暗かったの？あ、暗いか。僕だけかな、そう感じるのは。この町に来た頃、君は、そうだな、どこか悟りを開いてるというか。まあ別にいいんだ、気にしないでくれ。どうかな、この子気にしすぎだからな。ただいま。ああ、おかえり。お米重かったろ。え、みゆちゃんにお米運ばせてるんですか？今日はたまたまだよ。悪かったな、ミュ。いいけど、着替えてくる。少しミュちゃん休ませてあげたらいいんじゃないですか。部活終わってもバイトがあるからってまっすぐ帰ってるみたいだし。俺もそう言ったんだけど、真面目なんだよあいつ、俺に似て。はあ？はあはねえだろ、はあは。ああ、そういえば君たちは行くのかい？明日の夏祭り。あ、そうか、すっかり忘れてた。夜店が神社までずっと連なるんだ。花火も上がるし、楽しめると思うよ。大和さんも行くんですか、夏祭り？ああ、俺は行けないな。お店を閉めるわけにもいかないしね。ああ、そうなんですか、残念ですね。夏祭りの翌日は君のさよならパーティーだろ。おなしゃす。夏祭りに行くの？え？夏祭りに行くのって聞いてるんだけど。行くつもりだけど。のんきなものね。家に泥棒が入ったみたいじゃない。よくご存知で。みんな知ってるわ。それただの物取りで済んだの？おい、ミュウ。
もしかして誰か襲われたんじゃない？あなた自分で言わなかった？次のターゲットは私たちだって。そうよ、犯人のターゲットは私たち。でも隠れているわけにはいかないのよ。なぜだかわかる？私は犯人に近づいている。もう少しよ、黙って見てて。もしあなたが部外者ならね。ヤマトさん、ごちそうさまでした。さあ帰ろっか。ミュウ、分かってる。気がついた？ミュウちゃんの言ってたこと。次のターゲットは私たち。合宿の夜、確かに私は言ったわ。だけど、なんで彼女が知ってるのかな？聞かれてたのよ、私たちの会話を。それで私ね、ちょっと試してみたいことがいくつかあるんだ。それは、ごめんね。ここから先は、君を巻き込みたくないの。そうなの。なんでかな。自分でもよくわからないの。どうして君を。よくわからない。ねえ、君は私のこと。あれ、こんなところで何してんだ？ケンスケ君こそこんなところで何してるのよ。俺はもちろんニカレイを追いかけてるんだけどさ、ストーカーの一件から警備が厳しくなったよ。上城ホテルも警備員がマシマシで、あんなに厳しいともうどうしたらホテルに侵入できるかさっぱりわかんねえよ。警備も大変だわね、あんたみたいのがいると。明日二人とも夏祭りは来るだろ？あ、うん、行くつもり。そっか、じゃあどこかで会おうぜ。俺もフラフラしてるから。ねえ、明日夏祭り一緒に行ってくれるよね？さあ、私たちも帰ろうか。してたのに。あんたね、危機管理能力ゼロか？あんなことがあったのに夏祭りになんて行かせるわけないだろう。龍崎さんに何の権限があって私に鎖をはめるんですか？悪魔デビル。あんたを警護するのだってただじゃないんだから。税金がかかってんの、国民の税金が。血税が。楽しみにしてたのに。とにかく今日は外出しないこと。いいわね？しょーん、まあ仕方ないか。この家に侵入者があったのは事実だし、私たち3人が夏祭りに行くのは確かに危険。行ってきます。お、行ってらっしゃい。ちょっと待ってください、龍崎さん。なんでまゆみちゃんはオッケーなんですか？いや、
さすがに3人とも拘束するのは。っていうか、あんたが襲われたのは事件に首を突っ込みすぎてるからよ。それは明白。あ、行ってくれば。ひどい！乙女のひと夏の思い出をそんな曖昧な理由で奪い去るだなんて！返して！私の貴重な青春返して！青春って、久しぶりに聞いたわね、その青臭いワード。青春、私の飛び出せ青春。夏祭りの人混みに飛び込むなんて命知らずのやることよ。とにかく明日無事に送別会をやりたいなら、今日はおとなしくしてるのね。ガルルルルル。転校生、あんたも一緒にいてあげなさい。その方が安全だわ。ガルルル、夏祭り。それじゃ私は帰るわ。くれぐれも外に出ないように。玄関は鍵、チェーンもつけたんだから、それも忘れずにかけておくのよ。あ、龍崎さん、例の件調べてくれました？明日わかるわ。それじゃ。こうなったら焼け酒よ。この町に来てから初めてよ。まあもともとそんな強くないんだけどさ。でももうやってらんないわよ。せっかく浴衣だって来たのに。あ、この浴衣部屋のクローゼットに置いてあったのよ。どう？似合ってる？かわいい？知ってる。まゆみちゃんもさっき浴衣姿で出て行ったよね。いいなぁ、デートかなぁ。私ね、本当は試したかったんだ。夏祭りの人混みに飛び込んで。犯人の狙いは本当に私だったのかどうか。そうね、無謀だよね、私。ああ、あれ？そのうちわかるわ。多分もうちょいなの、もうちょいだから、もう少し付き合って、私のわがままに。今に見てろよ、犯人のバカ野郎。ほら、見果て長が私を応援してくれてるよ。いろんな意味で一生忘れないお祭りになったわ。私、危ない目にもあったけど、またこの町に来られて本当によかった。どうしてって、どうしてかな。来たかったのよ、ただそれだけ。
理由をひねり出してもいいんだけど、それって結局後付けにしかならない気がして。例えば、そうね、初めて見果て町に来た時にすでにこの町に魅了されてたのかもしれないし、大島真子さんのことがきっかけだったかもしれないし、理由なんてたくさんあるし、実は一つもないのかもしれない。人の心って言葉で言えるほど簡単じゃないのよ。ただこれだけは言えるかな、君とはまた違う絵にしを感じる。もうすぐ帰ることになるけど、次にいつ会えるかわからないけど、この景色を忘れないで。私と見たこのバルコニーからの景色を覚えていて。何？何それ、もうちょっと気の利いたこと言えないの？そう、女性がキュッとしちゃうような、そういうの大事なんだからね。そうだな、今夜の雪乃は花火より綺麗だよとか、行かないでくれ、もう君を離したくないんだとか。本気なの？それは怒り？それとも嘆き？今宵、見果て町を不幸が襲いました。心が、魂が涙を流しました。人を傷つけるあなたを私は気の毒に思います。あなたが背負うものを私は想像したくない。昨日、見果て町の高神神社で爆発があり、2名が負傷しました。警察は、当日ライブを行っていた絶体絶命バンドのメンバー、二階堂レイさんを狙った犯行と断定し、捜査を進めています。いやー、すごかったっすよ。アンコールでニカレイがステージに上がろうとした瞬間に爆発が起きて。え？どんな風にって？こうバーンっつってみんなドーンって感じで、もううわーってなってギャーって。グーチョコグーチョコチョコバンド、これを食べたら絶対で